こんにちは。ちょっと変わったニュースが入りましたね、えー。小学校の調理場からパンと油揚げを盗んだということで、調理をされていた、まあ、従業員の女性がですね、公、ま、費、あ、ーーを、鉱物を盗んだということで、懲戒免職を受けていたらしいです。あのー、パン一つ二つと油揚げっていうね、ほんと些細なものですよ。まあその現場で、 紛失したのか、誰かが食べちゃったのかわからないようなレベルのもんですけども、まあ、厳密に言うとの良くないことなんですけども、こんなん懲戒免職しなくてもいいじゃないですかね。ちょっと厳重注意とか。あと得意の隠蔽すらいじゃないですかね、学校側も。なんか、ひどい話だなと思いました。何がひどい話かっていうと、こういうのはね、公にすぐに晒すくせに、生徒がひどい目にあったりとか、生徒が理不尽な扱いを受けた時って、 隠蔽するでしょ旭川事件はじめその他のいじめ事件とかねありますけども何なんだよと思いますよね隠蔽するところが違うだろうみたいなねまさにこういったまあ、話は別に隠蔽すりゃいいじゃないですか、まあ、生徒のためにあるっていうのはどういうことかってもう一回ね学校関係者の方に考えてもらいたいなと思いますよねうん本当にねよくこれでやってられるなと思いますよどどうなってんだどうなってんだ パンぐらいいいじゃないかよねパンちょっと盗んだぐらいで目ぐじだ縦になって